でしたと思いますよ。そう、後半です。日本エンドが変わって右から攻めます。その反対側が韓国。中に誰か来てますよ。ここには誰もいない。おっと、トゥーリオ。ここは中澤。回します。左へ通りました。アプローチ、パスをつないでいく。大きく横へ運んでいきます。いい動きを見せてますよ。さあ追加点になるか。しかしいい攻撃見せましたよね。後ろからのマーク、運びに行く。これは長すぎましたね。チェックに行く。しかし追いかける。後半に入って10分以上が過ぎました。韓国ここまでなんですがどうでしょう。ええ、リードはしていますから余裕もあると思うんでね、まずまずでしょう。まだ油断はできませんけどね。届く。枠を捉えることはしかしできません。思いっきり打ってきましたよ。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。そして前線、右からチャンスを作った。読まれた。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ファールです。選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。さあカードが出るんでしょうか。チェックに合います。アプローチする。ゴール前を固める。さあ来た。中央よく動いてますね。胸で落としました。チェックに合います。抜けますよ。両サイドよく動いてますね。頭で合わせた。細かいボールの奪い合い。そしてキム・ジョンウ。これはスローインとなります。あと少しで後半30分。さあ追い上げたい。チェック。渡ります。通りません。日本、さあ30分が経過しました。現在1点差を追っています。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。しかし北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。良かったですよね。ああやって前に出していくことによって相手を引きずり出す効果もありますから ね。そしてここは阿部、左サイド、つながりません。日本ビハインドという状況ですが、いい戦いぶりではありませんか。悪くはないんですけどね、決定的なところがね、なかなか作れてないですよね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ディフェンスでした。ここはディフェンスされました。チェックになります。大きくいい展開してますね。うまくトラップ。
松井チェック、ボールを奪います。後半40分が過ぎました。左サイド上がるか、果敢に攻める、抜けてくる、二人いますよ。さあ追加点のチャンス、まだこの位置にいる。攻め上がったんですがここはうまくいきません。うまく落としました。ここで笛です。韓国1対0で勝利、踏ん張りました。試合の感想をいただきたいと思います。